動いてますね、阿部さん。これは結構揺れてますが、結構右に左に大きく揺れてます。でも座っているところは決して大きな揺れは感じません。はい、木村さんどうですか。結構揺れて最初怖かったんですけど、はい、いや、慣れると心地いいですよ、これ。あの、8分交差の方が早いですね。木村さんが上に慣れました。ちょっと私、あの、メタボ気味なんで、すいません。ロボット痛めないようにお願いしたいと思いますが、さあ、ゆっくりと今、八重高専のアールクイスが先に。すごい結構入れてますね、阿部さん。しゃべってもいいですか。はい、しゃべってください。ゴール。さあ、続いて開発の木村さんも今、ゆっくりと、さあ、手を振ってください、木村さん。手を振ってください。そんな感じです。そんな感じです。私でももう乗った瞬間向き変えられますよ、これ。ゴールしました。もうこれ操作性もいいですよ。2枚ですね、2枚。2枚がここにありますよ。大変楽しかったです。改めて木村さん、乗った感想を。はい、ですね、学生さんの手作りだから、実は私安全の研究が専門なんで、ちょっとかなりビクビクして乗りました。ところが乗ってたらですね、はい、ちょっと私70キロ体重あります。それが乗っても全然問題なし、これ片足で支えてるわけですよ。これはすごい設計ですし、また操作性ですね。これ手を置いたらもうちょっとやればですね、自由に動かせると思います。そこまでですね、操作性を考えてってね、ロボットの設計がかなり後の方になると思うんです。それをもう全部システムとして一体化してきた、はい、あと僕これ乗りたかったのはですね、このデザイン見てください。デザインがこれいいですよね。未来を彷彿させる、これデザインを作るためにわざわざ FRP というダンボールとかじゃないですか。FRP という硬い素材を作って、こうロボット的に、外装を作りたい、はい、そういうとこまでね、こだわったロボットに、乗れたというのは非常に私今感動しております。あ、お褒めの言葉をいただきました。どうですか。あ、嬉しいですね。あ、自分が本当にやりたいことをここまで褒めてもらえるっていうのは本当に嬉しいです。乗りたいと懇願しましたから、あの、買えませんけれども、はい、思い出に残してありがとうございました。どんな感じで、フォアチュールでした。そして一方の八重高専、阿部さんどうでした。いや、もう驚きました。これは見ているときはものすごく左右に揺れているように見えていたんですが、乗るとすごく安定してます。左右に揺れてるけど座面は一切動かない。あ、そう。だから椅子が、まあ、ガチャガチャの音とともに前に進んでいるように感じるんですよ。座っているものは、はい、これは驚きです。もうお尻の部分は動かないですし、足もしっかり固定されたまま。阿部さんの目がまんまるですね。いや、これは本当に驚きました。素晴らしい乗り心地ですよ。そうですか、どうですか。いや、本当そういう評価いただいて嬉しいし、なんか今まで頑張ってきてよかったなって思います。そういうところを全部目指してたんですよね。はい、その通りです。見事アールクイス、自分たちのこの思いを遂げたロボットでしょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。阿部アナウンサーが乗りました。皆さんどうもありがとうございました。